疲れ様でございます。本日はですね、定例会後、および年末にあたっての記者会見ということでございますので、定例会を終えての所感と、それから、市長選から、これまでの取り組みについてですね、振り返りをさせていただきたいというふうに思います。まず定例会につきましては、これまで県議会議員として、17年間議会活動をしてきましたけれども、そういった経験はありましたものの、やはり初めての議会で、しかも市長として臨むということでございましたので、大変緊張をいたしました。提案理由の説明から始まりましてですね、各それぞれの議員の皆さんからの質問、あるいは予算決算委員会での仕事ぶり生活の質疑でありますとか、ある意味では私自身も今まで経験したことのない、そういう議会での活動をさせていただいたということで、大変緊張感を持ってこの議会を終えることになりました。おかげさまで提出いたしました議案につきましてはですね、全て可決をいただいたところでありましたけれども、議員の皆様からそれぞれ本会議あるいは委員会等々で、ご意見をお求めいただきましたので、これらのご意見をですね、しっかり踏まえながらこれからも市政運営を、しっかりと活かしていきたいというふうに思っております。それから、これまでのこの1年間を振り返ってということで、所感を述べさせていただきたいというふうに思います。もう今年も残すのはあとわずか6日というふうになりましたけれども、改めて思い返しますと、6月2日に小山前市長が、突然ですね、不出馬の表明をされたということから、その後ですね、8月12日に私は記者会見をしまして正式に出馬表明いたしましたが、その間非常に市長選に挑戦すべきかどうかということをですね、大変悩みました。ただ多くの皆様から激励、あるいはたくさんのですね、ご声援の声をですね、いただく中で、やはり私自身もですね、この市長選挙に挑戦をして、そして市政運営、しっかりとした舵取りをやっていこうということで、市長選挙の立候補を決めたということでございまして、大変私にとっても重い決断でございましたし、自分の人生を振り返ってみてもですね、大変激動の1年間であったなというふうに感じております。そして11月16日に、市長選挙、当選をさせていただきましたけれども、この選挙期間の間に、選挙までの間にですね、たくさんの市民の皆さんと意見交換をさせていただいて、そして政策立案会議というもの、あるいは私の街頭演説、そういったものでですね、マニフェストを作り上げ、あるいはマニフェストの内容についてもですね、きちんとご説明を申し上げまして、そして選挙に勝利をさせていただきました。対話を重視するという私の政治姿勢というのは、この当選前も当選後もですね、貫き通していきたいというふうに思っておりますし、対話の中からですね、新しい姿勢に対してもですね、いろいろなアイデアも、それからいろいろな改善点もですね、見えているというふうに思いますので、これからもしっかり頑張っていきたいと思います。12月3日に、第32代の熊本市長としてですね、就任をさせていただきまして、本当に多くの市民の皆様、あるいは、職員の皆様に迎えていただいてですね、スタートを切ることができました。まだ3週間ほどしか経っておりませんけれども、この間本当に約1ヶ月近い間にですね、本当に多くの経験をさせていただきましたけれども、それだけやっぱり市長の、仕事というのは決断の連続でありまして、そういう意味では非常に責任の重いですね、これまでとはまた違った責任の重さをプレッシャーを感じながら、生活をしてきたところでございます。
それから就任前からこの1ヶ月足らずの間にですね、さまざまな姿勢の課題についてもですね、各局から、就任前のヒアリングも含めてですけれども、事業の進捗状況の把握等々をですね、努めてきたところでございまして、特に喫緊の課題であります2点についてですね、本日は、少し述べさせていただきます。まずは、枚数施設整備についてでございますけれども、町内検討会議でありますとか、あるいは本市と、桜町再開発会社とのですね、トップ会議の場であります桜町地区再開発事業精査再検討会議を設置して、スピード感を持ってですね、取り組まさせていただいたところでございます。またマニフェストにも書かせていただきましたようにですね、国際学会でありますとかコンベンション、はもとより、コンサートやエンターテインメントにですね、より比重を置いた多目的ホールということを目指して現在、見直し精査を行っている最中でございまして、費用面、あるいはですね、に関してもですね、一定の財政規律を遵守しながらですね、判断をしてまいりたいと考えております。そして市民の皆様により親しんでいただけるようなですね、方法となるようにですね、いろいろコンサートでありますとか演劇でありますとか、多様なですね、文化を呼び込むことでですね、宣伝された文化都市熊本を実現できるようにですね、全力を挙げて、再開発会社とともにですね、精査再検討を行っていきたいと思っております。次に、熊本市町人仕事、創生推進本部についてでございます。これも12月10日にですね、地方創生戦略を策定するにあたってのですね、司令塔となる、この推進本部を立ち上げたところでございますけれども、先日をしたですね、町人仕事創生法のもとですね、国の、長期ビジョンであったか創造戦略、こういったものに基づいてですね、熊本市においてもですね、人口減少、あるいは少子高齢化社会に的確に対応をして、将来にわたって持続可能でですね、住みやすい環境の確保、あるいは地域の、活力の維持を図るためにですね、平成27年度内を目途として、総合計画を見直しをしまして、また熊本市版のですね、人口ビジョン、および総合戦略を策定していくということで、検討をしておりまして、速やかに対応できるようにですね、今後国の状況も、しっかり見極めながらですね、取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上、重要課題については、この2点ということで簡単に振り返らせていただきましたけれども、就任から、これまでですね、非常に熊本市長として、大変、責任の重い立場に立たせていただいておりますが、これからもですね、聞く姿勢、話す姿勢、動かす姿勢というこの自分のモットーをですね、大切にしながらですね、一人でも多くの皆さん方と対応しながら、そして、地域主義の理念のもとですね、私の掲げたマニフェスト、政策を実現させてですね、誰かが憧れる上質な生活都市熊本の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。私の方からは以上でございます。では幹事社の経験値です。よろしくお願いします。初めての議会で、ご自身からもお話がありましたが大変緊張したということでありましたが、県議会、市議会、それぞれ違いはあるかと思いますが、また大きな違いは市長になってからのということでしたが、1回目の議会で次の議会にこれは生かそうとか何か思ったことはありますか？そうですね、今回の議会は、県議会という場は初めてでありましたけれども、市議会の、ある意味ではその慣例といいますかね、そういったものが違う部分がかなりありましたので、少しちょっと戸惑う点もございましたけれども、質疑の時間といいますかね、一般質問も、時間が県議会と比べてかなり長くございますので、
ただ答弁時間がですね制限をされていないということもあります。ですからあまり長い答弁ではなくですね、簡潔にかつ誠実にですねお答えしていかなければいけないなというふうに思ったところです。丁寧なやっぱり説明が逆に言えばその分できるということであります。県議会の場合でありますと質問者と答弁の時間が一緒にカウントされてしまいますのですが、どうしても十分にお答えできない部分もある。特に時間が後ろの方に行ってしまうとですね、駆け足になってしまうというところもありますが、そういう面では今の制度だと市議会の仕組みでありますとね、きちんと答弁ができるという意味ではいいのかなと思いますが、やはりとはいえ、きちんとですね答弁内容についてもですね、やっぱり的確にやっぱり議員のご質問に答えていけるようにしたいなというふうに思いました。はい。もう一度来年にその具体的な枚数の話が発表されると思うんですけど。もう一度その考え方をちょっと整理させていただきたい。これまでも何度も聞いたんですけど、一つは事業人数の見直しも含めて考えると、さらにエンタメを打ち立てるのも、実施すると。ここで、まずその建設事業費の削減を前提とするとか、つまりそれを再現するとするとか、このエンタメの用途の機能を優先して、ランニングスとして、この間の話で収益とか使用量の収入を含めて、重視するのかっていう、300億円ですか、約300億円、これを減らすことを最優先ですと、それともエンタメを重視して、稼働率上げれば、収益、使用量ですね、高くするという形で、そうすれば、別に今の300億円をちょっと上回ったり、そのままでも別にもいいじゃないかと考えなかったなと。額についてはですね、いろいろと報道等でもいろいろ言われてまして議論がいろいろあるところだと思いますが、まず今出された計画が、本当に妥当なものなのかということをきちっと精査をするというのがまず第一に優先されるということであります。で、一番最初に申し上げなければいけないのは、今の当初のもともとのそのコンベンションであるとか、国際会議であるとかということを重視したことで、そもそもの作りは最初のですね、スタートだったというふうに思いますので、この点が本当にどうなのかというその目的の部分もあります。それからコスト、これは事業費の部分についてはですね、例えば熊本市が負担するべきですね、この事業費というのが本当にこの今の申請された事業の中でちゃんと妥当性があるのかどうなのかということはやっぱりきちんと厳しく精査するということは申し上げています。で、例えば資材費の高騰であるとか、そういった建設コストのですね、増大であるとか、いろんな側面で、そういう費用が増えているということで、今新たにその申請がなされたわけですよね。で、そこで当初の予定よりもですね、超えたと、300億円を超えたということですね、もろもろの負担のものも含めてですね、それが本当に、コストダウンができないのかどうなのかというのはですね、きっと、まずは精査をする。で、そのことと合わせて、またこれは別に、その用途ですよね、特に、国際会議あるいは国際学会ってこんなにたくさんあるのかというようなその見込みのことも含めて、そうしますと私もマリネスの中でも選挙戦でも訴えてきた通り、エンターテインメントあるいは今申し上げたようなコンサートでありますとかね、そういったものに、より比重をかけた場合にですね、稼働率が上がるかどうか、そしてその場合には設計変更なり、いろんな対応も出てきますから、そうするとまた別の費用というのがかかってくる可能性もあります。あるいはひょっとしたらその規模とかを、例えば今3000ということにやってますが、この数をもしもう少し例えば減らすとかですね、あるいはそういったことがもし
あればですね、そしたらその見直しの中でまた、コストが変わってくる部分もありますから、そういったものも全部洗いざらい精査をして、そして、その材料を皆さんにお示しをするということがですね、まずは大事なことかなというふうに思います。はい、どうぞ。気をつけてこう伝えようとした部分であるとか、あとはまあ議場の雰囲気とか議員の方の反応とか、そういったものはどうですか。そうですね、まあ、今まで厳しく質問するばかりの立場だったので、そういう意味では比較的紳士的にこう質問をしていただいたなという感じを受けましたね。私はかなり、まあ、蒲島知事に対してはかなりきつい質問を次々にぶつけていましたけれども、まあ、最初は私も慣れないということもあったのかもしれませんけれども、私の緊張している姿を、こうおもんばかってか議員の皆さんがですね、そういう意味では変にこう変化球を投げるようなご質問ということはなかったかなというふうに思っております。ただやはりそのマニフェストの中身でありますとか、それから、財源の問題、あるいは、その政治姿勢の問題ですね、こういったことにはもうストレートにご質問が、それぞれ飛んできましたので、私としてはやっぱり今回の議会で特に感じたのは、やっぱり議員の皆さんの質問に本当に誠実にですね、答えをしていくということが重要だというふうに思いましたので、できる限り答えられる分にはですね、前向きにですね、より具体的に答弁をしていくべきだろうというふうに感じました。でただ十分就任して3日に就任してましてからですね、もういきなりの議会の開会ということでもありましたので、まあ、その点が十分ではなかったのかなというふうに思いますので、まあ、今後この2月定例会、次期定例会に向けてですね、そういった答弁内容等々も、まあ、執行部ともしっかりこれは協議をしながらですね、できる限り明快に答弁していきたい、そして誠実にお答えをしていきたいと。でこれがやっぱり議長できちんとお答えをするということが、やはり市民の皆さんにとってのですね、第一のやっぱり説明責任であろうというふうに思いますので、そこをきちんと話していく必要を、まあ、貫いていきたいというふうに思っております。あと議場の雰囲気はですね、やっぱり県議会と比べて綺麗ですよね。新しいのでですね、綺麗だということと、そうですね、やっぱりどうでしょうね、議員席にいるときはどちらかというと、さあこれを攻めてやろうとかですね、これを聞いてやろうとかっていう割と攻撃的な感じだったんですけれども、答弁側に座るとですね、まあ、かなりやっぱり緊張の度合いが違うのと、全く眠くならないなという、これはですね、まあ、別に県議時代そんな眠かったわけではないんですけれども、やはり緊張しているせいかなというふうに思いますね。はい、まあ、そういう意味ではもう今度の議会も最初から最後まで緊張しっぱなしだったなというふうに。質問する側の議員の先生方の緊張感というか、そうですね、議員の方もやっぱり逆に今まで何回も質問をしていたけれども、新たな新しい市長に対してこう質問をするっていう、その意味ではその新鮮な感じで思ってらっしゃったみたいなので、そういう意味では非常に議員の皆さんからの緊張感も伝わってきて、それがまあかなりこちらにもまたさらに緊張感を増すというような感じでありましたけれども、やっぱり議会では一定の緊張感を持ってそれぞれ臨むというのは非常に望ましいことだなというふうに思いますので、まあこういう初心を忘れずにですね、いきたいなというふうに思います。時々緊張感が緩んでるんじゃないかなっていうような場合も、まあ、長い時間だったら、いや全体的に見受けられたかなと。あ、そうですか。その辺も感じられました。私はあんまりそういうところまでこう目配りする余裕がなかったので、必死にどうやって答弁するかということとですね、あと議員の皆さんのそれぞれの角度から質問をされるということと、
いやちょっと初めての経験だったのは、まあ、答弁するということが初めてなんですけども、再質問が突然こう飛んでくるというのはですね、非常にびっくりしましたですね。だからそういう意味ではもういつ局長さんとかね、他の方の思考の答弁をされてても、それは全て把握をしていなければやはり、なかなかきちんとした答えができないなというふうに思いましたので、本当に十分そういう意味では安泰感といいますかね、いうものは今後出ないといいますかね、常にやっぱ緊張を強いられるなというふうに思いました。平成26年の主な出来事ということがここにありますが、また来年もいろいろとですね、決断の、時というかことがいろいろ待っているかと思いますが、改めて、来年に向けてですね、こういった、仕事をやりたいとか思いとか、まだ次に1ヶ月ぐらいですが、来年に向けてのなんか抱負みたいなのがあると。まず新年に向けての抱負という意味では、やはりすぐにスタートをしたですね、熊本市 の、 町人仕事総合戦略ですね、会議を設置をしたということで、これに対して何ですか、これに対するのより具体的なですね、検討をですね、していかなければいけないなと思っております。でこれはどういうことかというと、やっぱり国の方の戦略でありますとか、それからこれから補正予算、経済対策、そういったものも次々とおそらく、新しい政権になってですね、打ち出してこられるというふうに思いますので、そういったものに対してですね、やはり熊本市のこの地方の現場からですね、やはり、しっかり発信をしていくということが重要だというふうに思いますので、この点に関してはかなりスピーディーにやっていかなければいけないなというふうに思っております。それからあとは人口減少対策ということでありますけれども、熊本市もですね、74万人をこの8月にですね、人口を超えたということで増加基調にありますけれども、これからは減少にもうすぐ転じていくということが、今の人口推計あたりのデータを見ますとですね、言われているところでありますので、熊本市でやっぱり人口がどういうふうにですね推移していくのかということも含めて、これは周辺の都市圏ともですね、一緒になって、これは検討しながらですね、やっぱり人口減少社会に対応できるような、制度設計をしていくためにはですね、政策を打っていくためには、今申し上げたような人口ビジョンというのをですね、しっかり捉えていく必要があるというふうに思いますので、これはやはり来年になってからですね、すぐ、取り組んでいかなければならないというふうに思っております。それとあとは仕事ですね、町人仕事と言いますけど、仕事の面でやはり雇用がですね、本当に若者の雇用、あるいは熊本にその U ターン、アイターン、J ターンというようなことで、熊本で仕事をできる環境というのがですね、やっぱりなかなかこう整っていないから、都市圏にですね、流出をしていく若い人たちの職口をですね、やっぱりおそらく自然のもそうでしょうけれども、やっぱりまだまだ東京一極集中、あるいは九州で言えば福岡に集中をしているというような状況があるというふうに思いますので、そういったものをやっぱりしっかり分析をしていかなければいけないというふうに思います。で、オフィス系の誘致であるとか、企業誘致というのは一生懸命今やっておりますけれども、果たしてそれだけで十分なのかどうなのかということですね。それはライフスタイルのいろいろな変化もありますけれども、こういったものもですね、どういうふうに今の若者が考えているのかというのは、直接できれば来年になってですね、私は聞いてみたいと思っています。ですからそういう若者との対話ということもですね、
ですね、やはりあの学び、そして働くというような、若者たちのですね、動向というのをしっかり捉えていく必要があるかなというふうに思ってますので、まあ、そういう戦略を作る一方でですね、そういった取り組みもやっていかなければならないなというふうに思います。まあ、今、来年に向けての抱負というか、まあ、具体的にやるべきことということで少し申し上げましたが、あとは当然あの前市のことについてもですね、当然あの次々にいろいろな検証をしていくということでありますので、まあ、そのことにですね、あのいろいろな情報をたくさんあの、まあ、あの意見交換の中でですね、取って、これはもうあのいろんな今ヒアリングもあの執行部の方で始めていますので、こういったものも総合しながらですね、できるだけそういう情報をですね、市民の皆さんに提供して、そしてあの、まあ、今日の新聞にもちょっとあの一部の報道でも載ってましたけれども、まあ、できるだけ1月中、まあ、2月議会の前までにはですね、あの福祉事故の会話という機会を作っていきたいなというふうに考えているところです。まあ、ただ日程の都合がかなりありますので、まあ、その辺も見ながらと思います。すいません、今の、 あの関連してですね、周辺都市圏でそのあの、まあ、人口問題について、一緒に検討していきたいということですけれども、それはすみません、何かあのこのあのやっぱりそういう話し合う協議の場というのをですね、新たに設けられるのでしょうか、それともなんか既存のなんかそういう、まあ、あのちょっとすみません不勉強で申し訳ないんですが、既存のそういう、まあ、熊本市プラス周辺と の、 あの枠組みというので活用していくのか、どのようにお考えですか。あのそもそも今あの周辺の都市圏の協議会がありますのでですね、それはまずその枠組みを活用するということが一番あの重要かなというふうに思っております。で、県とはですね、県市連携という中でまた違う、あの、まあ、今まで の、 あの県市連携の会議というものをベースにですね、やっていくということですが、あの都市圏 の、 その協議会の中でですね、いろいろ議論をしていく一つ の、まあ、あのテーマとして、この人口減少、人口の動向をどう捉えるかというとですね、これが重要かなと。あの最後 の、 あの市民との対話の機会ということですね、もう少しちょっと具体的に、例えばどういう形で、やっていきたい、ご自身の、なんか今、まあ、あのできるだけやっぱりその、あの精査、再検討をした今までのいろいろな、今、これ今やっている最中ですが、そういったもののデータですね、そういったものを分かりやすく市民の皆様にお示しをするということですね。で、その上で意見をいろいろ幅広く。だからあまりそのなんていうんですかね、あの時間的な、ね、余裕がそんなにあるわけではないんだけれども、やはりあのそういうこういう検証をしましたよと、こういう精査をしたんですよと、でそれについて皆さんどう思われますかということはですね、あのしっかりお聞きする場が必要だなというふうに思いましたので、今そういう検討を市長の方でもあのちょっと指示をしてですね、そういう時間場所、まあ、どのくらいの規模でできるかも含めてですけれども、今検討をさせているところです。はい、今のお話なんですけれども、これはあの時間場所ということは、その、一定の場所で、まあ、シンポジウムとか説明会みたいな形で、うん、まあ、そうですね、ある程度やっぱりその精査検討をしたという結果をですね、やっぱある程度市民の皆さんに分かりやすくこうお示しする機会がいるだろうなということで、やっぱ区ごとであるとか、あのやっぱりあの時間とか物理的なものもあるので、まあ、どっかで一箇所で、できれば一番いいかなというふうに思いますね。あの区ごとでそれはできれば一番理想的なんですけれども、なかなかちょっと物理的にちょっと日程的にもですね、あの予算査定だとか、あるいはあの新年のいろいろな行事がたくさん入っているものですから、まあ、今それを調整しながらということですので、なかなかあのやらないということもあります。まあ、今のところ一箇所でというふうに考えています。その一箇所での説明は市長自ら説明をされて、まあそうですね、私が説明をし、またあの細かな部分に関して、詳細な部分に関しては当然担当局の人間から説明をさせるということだろうと。各社さん何かあればどうぞ。
はい、失礼します。その1月に広島という説明会が行くと、意見を聞く場というところを重視されるのか、それとも説明をする場というところを重視されるのか、どっちだろう。両方ですね。それはやっぱり精査検討会議をするっていうふうに言って、精査検討のことを今始めたわけですから、まあ、このあと1ヶ月ぐらいの間にどん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 出てくる、検討が出てくるということですから、まあ、それをまずはきちんとご説明します。そしてまたご意見もきちんと受けるのかということですね。それをまあ一つのいろいろな判断を得るようにして、で、まあ、当然議会もありますからね。で、議会でもきちんとご説明をしなければいけないんですが、住民の皆さんのご意見としてどんなことがあるのか、どうやったらお聞きするということは非常に重要な機会です。そこで、まあ、それは一つ今回の議会でも問われましたけれども、聞く姿勢ということを持ってくださいということで、関係者だけでこうやるのではなくて、他の市民の皆さんがどういうふうにやっぱり受け止められるのかということは、やっぱり、まあ、限界はありますけど、それはもう、長野県市民の皆さんになかなかの聞き取りはなかなか難しいんだけれども、一定の条件はあるかもしれませんが、生の声をお聞きしていきたいというふうに思います。だから、まあ、両方大事だというちょっとその続きなんですが、そこから聞いた市民の意見というのは、その今後のそれ以降の検討の中で、最近の進めの中でどのくらい反映できるものなのか。まあ、それはだからその検討の結果でどう出るかっていうのがまだ分かってませんのでね、今のところそれは何とも答えられていない感じですけど、その説明会はどのくらいの人数的な規模とか、いや会場がまずねやっぱり取れるかどうかっていうのもありますので、まあ、その辺も踏まえてまだ人数とか何とかっていうところまでは分かりません。今市区の方に指示をして検討させてますので、まあ、場所とかですね、そういったものについてはまた追ってご連絡することになると思います。小西市長 その今の考えとしてはどのくらいの規模でできたらいいなという希望を持ってますか。どうですかね。いや、まあ、希望というか、まあ、できるだけそれは多い方がいいなと思ってますけどね。会場も広くてね、内政やっぱり1月2月は結構行事が多くて会場もなかなか取れないんですよね。で、私の認定が取れないっていうのもあるんですけども、だからまあ部局だけでこうやるっていうことであればまたもうちょっと別の方法があるのかもしれませんけど、一応私が主体的になってということを考えていますので、今すでに開きしてます通りですね、ホームページであるとか、フェイスブックのページであるとか、まあ、そういったところからのいろいろな意見もありますし、まあ、市長への手紙ということでの直接 その手段も今すでにもともとある校長の手段というのがありますので、まあ、そういったものが開かれていますので、まあ、そういったところでご意見が出てくるのかなというふうに思っています。当然私に対して の直接的なメール等々も出てくるのかなというふうに思いますが、まあ、なかなか、ね、匿名のものではねちょっとお答えできないかなというふうに思いますが、きちんと、まあ、できれば本当は対話の中でが一番いいんですけれども、皆さんのお考えを機会はオープンにしていると思います。その説明会の事業の専門家が判断する前に来たか、そうでしょうね。施工人家の判断をして開いたんでは意味がないというかね、そんな決めてしまったのに収まらないよっていうことになりかねません、ね、ただ当然その実施宣言とかいろんな面でね、その認可をした後でもそれはいろいろあることはあるでしょうけれどもね、まずやっぱりその早い段階で ある程度その精査をしましたという内容をきちんとお伝えするということ、そしてそれに対するご意見を聞くということは重要なことだなと思います。市長への手紙だったりホームページに今現状で障害者についての意見とかはございません。はい、ですね。何かありますかね。ちょっと今
今のところないですね。私のところにも大体全部上がってくるので全部見てるんですけれども、今のところありません。マイスター離れるんですが、はいはい、スケジュールが、ね、忙しいということですが、お正月ですね、必要になって、はいはいはい、初めてのお正月、はい、年末年始どう過ごされる？今のところもう公務も入ってますので、お正月元旦早々からあの年賀状 の, あの出発式集、今までの市長は呼ばれてなかったものを急遽たまたま、ね、あの今副知事が今までなんか言ってたらしいですけど、ちょっと案内受けてませんよって言ったら急に案内が来ましたので、ああそうなんだと思ってまあだからあのできるだけそういうものはですね、あれですけど、まあそういう、まあ、できる限りあの家族ともね過ごす時間もないんですが、やっぱりご挨拶回りとかやっぱそういったものもやっぱあるんでですね、まあ、なかなかやっぱりプライベートの時間が取れないなっていうのが正直なところですね。年末年始も忙しい感じですか？そうですね、今のところまあ公務だけでなくやっぱりそういう政務というか日程も事務所日程とかも入ってくると思いますので、かなり忙しいなという感じですね。ただ毎日ぐらいはちょっとゆっくりしたいなということ、あと天草の方にあの里帰りをして墓参りをしなければいけないなという、まあ、その時間は何とか作りたいなと思っています。はい、ちょっとあの離れてしまうんですが、はい、師匠が音楽活動の話なんですが、そうそう離れましたまあ、熟練されたドラマーということで、エロい持ち上げたいですね。今回、師匠内でもう幹部の職員の方の中でも早速そういう熟練したその演奏、まあ、アマチュアバンドマン出身のそういった人材も見つかったというように聞いてますが、そういう音楽活動に触れた時も、はい、多いと聞いておりますが、熊本市内のそういった音楽活動、アマチュアバンド活動が、盛んに見えると、私は見えるんですが、そういうアマチュアバンドの。その理由について、まあ、ご自身のこうこれまでのこう経験を踏まえて、その理由をどう捉えていらっしゃるんですか？理由はどうなんでしょうね。ただ割と私がもう中学校高校ぐらいの時からですね、あのアマチュアバンド非常に盛んでありまして、音楽をやるっていうか風土があるんでしょうね。だからおそらく市役所の中でも相当上手な方がたくさんいらっしゃると思いますし、多彩な方がいらっしゃると思います。まあ、もしお手合わせをいただけるのであれば一度はね、なんか聞いてみたいなと思いますが、あんまりそんなことばっかりやってるとですね、真面目に仕事やれって言われそうなんで、まあ予感の中で、まあ、スケジュールの良い範囲ではと思います。ただまあ熊本は割とそういう以前はですね、熊本のレコード屋さんとか、ライブハウスとかそういったところものすごく頑張って文化をやっぱ創造してこう発展させていってたんですよね。で熊本でヒットすれば、ライブハウスいっぱいにできれば全国で売れるっていうようなことが結構あったんですね。まあ、古くはというか、例えば浜田省吾さんとかね、熊本からかなりやってきたりしたということなんです。熊本でラジオ番組がやられてたりとかね、そういったこともありましたし、あるいは例えばレベッカとかはね、まあ、今はない伊予さんの売りで三欠ライブをやったっていうことで、そこからどんどんこう広がっていったとかね、例えばそういういくつかのですね、実はそういう素地があって、以前は下通り、上通り、新市街それぞれにいいレコード屋さんがあってね、そういったところがいろんな企画をしながらですね、やってたんですね。だからなんかそういうまたもともとある文化をこう育てる風土があるので、あるいはファッションなんかもそうですよね。シャワー通りなんかもいろんなセレクトショップが東京を連ねてですね、あるいは、まあ、カットリッシュの総理もいろいろブティックがたくさんあったんですよね。そういうところがやっぱ競争しながらいいものをですね、若者の文化とか発信してた発信地だったんですね、熊本は。だからそういう意味ではそういうものをもう一回こう、まあ、取り戻すっていうかな、また新たなこの今の時代の中で、ね、こう若い人たちがこう生み出していけるようなそういう
明るい展開に来年できればなというふうに思っています。今回のマイクでエンターテイメントコンサート重視の中心にしていくことはそういった、まあ、このものですね、音楽自身に何か影響を与えるものみたいな。そうですね、それも期待してますね。だから、まあまあ、音楽だけでなくていろんなアートもそうですけど、例えば現代美術館なんかでもかなりですね、前衛的なものも含めてですけれどもね、アートが展示されていますし、そういう前数の施設でもですね、おそらくいろいろなそういう前後でのね、割と有名なものが熊本で上映されるとなれば、やっぱり熊本にいる若い人たちもそこを目指して頑張ろうっていう気になるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう意味でのその文化を作り出す拠点になればなというふうには思っています。市長が若い人に比べて今の熊本の音楽シーンは、どんな変化を受けたとか。そうですね、でも、まあ、親父なんでも結構頑張ってるんですよ、熊本はね。だからそういう意味では、そういう姿を見て今若い小学生たちもね、ブックベアとかね、ああいう若い小学生、中学生もね、バンドで結構上手なんですね。だからそういう意味ではつながっているのかなというふうに思いますね。まあ、そこにいらっしゃる、吹く人はあんまり音楽する感じないですけど、まあ、ひょっとしたらね、局長さんとかね、カンプの皆さんの中で音楽好きの方も結構たくさんいらっしゃるんじゃないかな。比較的熊本はそういう、なんていうかな、風土がやっぱりずっと残ってるんだなというふうに思いますね。だから逆に言えば今ちょっと CD の売り上げがね、なかなか上がらないとか、やっぱり音楽の、その購入する形態も変わってますしね、流通自体も変わってきてるんで、まあ、そういう意味では少しこう今、こうなんていうかな、まあ、音楽業界全体もですね、すごくシュリンクしてる部分もあると思うんですが、音楽だけじゃなく映画であるとか、そういうエンターテインメント全体だとか、やっぱりこう、熊本から発信していけるような、ね、装置をやっぱりしっかり作りたいなと思います。はい、新年度のまだ予算編成もまだですし、それから来年度ですね、総合計画を全体を見直そうというふうにしてますので、まあ、そういったことから考えるとですね、新年度からその局としてスタートさせるのかね、あるいはマニフェストに基づいていろいろ総合計画を見直した中でですね、その翌年度からそのやるのかと、組織機構改革を、ね、全体的にやっていくのかというのはまだ決めておりません。ただ少なくとも総合計画を含めていろいろと、新年度はやらなければいけないことがあるので、まあ、どういう形になるかちょっと分かりませんけれども、何らかのそういう、その市長の意向をですね、トップダウンでですね、トップマネージメントが聞くような体制は作らなければいけないというのがまず思ってます。ただその局としてどう設置するかっていうことについてはまだ未定であります。この局のイメージなんですけども、市長直轄のというような感じですね。そういう部分でいうと、各局それぞれが市長直轄があるわけですけども、そうですね、比較的、まあ、私も県庁に行ってですね、総合、総合政策局じゃなくて総合調整局だったかな、一番最初ですね、塩谷一日時代に作られた局があったんですけど、あれがちょっとね、屋上屋のようにこうなってしまったところがあって、で今は、知事公室という形で、少しこう整備をされてますので、まあ、ああいうイメージでは今のような県の体制のイメージに近いかなというふうに思いますが、まあ、例えばそのどういう機能を持たせた方がですね、まあ、よりその、まあ、縦割りの予算も、まあ、逆に言えばあるからですね、一つのこうタスクを徹底的にこう集中してやるという意味ではその部局が専門的にやっていくという予算もあるんですが、横串できちんとやっぱりそういう意味では連携を取りながらこう縦割りの弊害をなくしていくという意味では、そういったものを
統括するセクションがやっぱりいて、それは市長のそういう指示あるいは考え方をですね、そこらにこう反映をして各局を結びつけるようなですね、そういった体制が必要だろうと思うので、まあそういうセクションをどういう機能を持たせるかというのは今中で一生懸命今考えているところです。で、例えば危機管理なんていうのはですね、今総務局の中にですね、ありますけれども、例えばこういうものをやっぱり知事が直轄でですね、今県の方は知事公室の中にありますけれども、そういったものも例えば同じようなイメージにするとですね、これはより早く危機管理体制が取れるんではないかというふうには考えておりますので、そういったことも、まあ、候補の一つと。もう一回、ちょっと元理事さんからマニフェストがあるので、その熊本版のですね、地方創生、その人民、の経済大臣成長ではないかで、それとリンクされながら、その人口減社会の対応で、まあ、熊本、選挙に行くことになりました、熊本に若い人が、定住地域を増加するために、職場を作るということなんですけど、今、県務市も休止しやってますね。それ以外で有効な手段、マリフェストは住宅ローンの有効というのを、お西長が掲げていらっしゃいましたけど、企業用地以外で有効策っていうのは具体的に考えてましたね。一つやっぱり、今おっしゃったようなんですね、はい、私もマリフェストにちょっとまだ制度設計をきちっとしたわけではないけれども、はいはい、国でいろいろ住宅ローンのいろんな優遇措置があるわけです。あるんですでなんですが、やはりその熊本にもっとその腰を落ち着けてですね、若い人たちが例えば住居を求める、そういったことの場合にですね、熊本の定住人口を増やすという意味ではですね、そこに何らかのインセンティブが必要だろうというふうに思っています。でこれはもうその制度設計の問題もありますから、今県警にこう言える状態ではないんですけれども、ただ、少なくともそういう手立てをしないことにはですね、やはりさっき申し上げたようにですね、首都圏へのやっぱり仕事の一極集中、ですね、こういったものがですね、やっぱ解消なかなかされないだろう。で例えば東京で仕事をし続けなければいけないような環境の方は仕方がないと思うんですが、例えば東京にで仕事をする必然性がないような方もだんだん出てきていると思うんですね。例えば今やっぱり情報インフラが非常に強化されましたので、そういう意味では例えばクリエイターの方々がいろんな地方の拠点でですね、仕事をしたりということもできるようになってきましたから、多様なそういうライフスタイルとその仕事の在り方っていうのをですね、模索できる環境が徐々にですけども出てきているのかなというふうに思います。それと同時に政府が、企業の本社機能をですね、移転した場合は、税制で優遇しますよというようなこともありますので、そういったものとミックスしながら、熊本で、やはり家を建てる、あるいは定住をしていくということをですね、いろいろな、対策を取りながらですね、政策を打ちながら、そういうインセンティブを高めていきたいなというふうに思っているということです、ただそういう意味ではやっぱりその実績、現状分析というのが絶対に必要なんですね。でそれがやっぱりどうしてもできていないからですね、ターゲットがなかなか絞り込めないということは私はあると思うんですよね。だからそこはさっき申し上げたように若い方々とのいろいろ対話もですね、もう学生さんとの対話も就職活動をされているような、ね、学生さんとの対話、あるいはそういう、関係のね、企業あたりとですね、そういう対話というのをしながらですね、やっぱりマッチングをこうできるような体制を作っていきたいなと思います。はい。一般質問の中で、西岡市議が中小心身障害者の対象中心が少ない、その現状は今改善されないといけないと思うんですけど、西岡さんは市民病院にまずやっていくべきだと、どんなふうにしていったらいいですか。まあ、やっぱりその市民病院のあり方も含めてなんですけどね、やっぱりその、熊本の場合県立病院というのがありませんもんですが、あるのはあるんですが、心の医療センター、ある特化した病院でありますから、市民病院の公的な役割をどうやって担わせるかというのは非常に
これから私もマイナスの中でですね考えていますけれども、だからそういう重症のですね、障害者の方を受け入れるという面もですね、やっぱり物理的な制約もなかなかあるので、簡単ではないんですけれども、そういう診療院あるいは、その他のいろいろな施設、医療も含めたところでですね、そうですね、しっかりコラボレーションを取りながら体制をやっぱり作っていかなければ、特にそういう、非常になかなかですね、この前の話で痰を吸引をしたりとか、あるいは医療であるとかですね、いろいろ非常に難しい、ね、環境に置かれている方がたくさんいらっしゃって、で西岡議員の質問の中でもレスパイトの必要性というのはね、非常に言われてたと思うんですけれども、例えばそういうことに対してですね、体制が取れるような形をですね、作っていかなきゃいけないとは思っています。ただやっぱり今の現状がまだ十分かと言われればやっぱり不十分かなというふうに思ってますので、その辺は担当部局ともよく検討しながらですね、考えていきたいというふうに思っています。大丈夫でしょうか。